映画、アンフェア、ザ、エンドの初日舞台挨拶が5日、都内で行われ、主演の篠原涼子や佐藤浩一ら主要キャストが登壇した。篠原は胸元が深く開いた黒のドレス姿で登場。冒頭は篠原発案のシャワーシーン。6年に放送されたドラマ版も背中をあらわにしたセクシーカットから物語が始まったことから、アンフェアは裸で始まってるから裸で終わらないと。 と意図を説明した。10年目で完結するシリーズにちなみ10年もののシャンカンで歓迎した。